340のくつの木です。すごいですね、これすごい年輪です。歴史を刻むくつの木の根っこです。葉が枝が出て茂ってます。340のすごい根っこです。年輪を根っこです。大オークスの木です。安全4時です。あ、お筒は綺麗に来るわ。安全4時です。ありがとうございます。あ、アジサイがまだ綺麗です。関西音寺のアジサイです。綺麗です。宝蔵です。宝蔵です。あれ、関西音寺のキノコ、キノコがあった。うわー、関西音寺の国宝釣り鐘の紋章です。国宝紋章です。あー、釣りにくいけどでっかいですね、これでっかい紋章です。あー、 見にくいなあ、見る目、はい、はい、文章です。でっかい文章です。完全本日の文章です。椿の実ですか。あ、椿、完全本日の階段院の菩提樹です。菩提樹です。中国から菩提樹です。今花も割って実がなっています。菩提樹です。観世音寺の階段院です。階段院です。あー、木元樹って言うんですね。木元樹、木元樹です。木元樹、階段院です。あら、綺麗ね、これ。何これ。あ、綺麗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 です。あ、つぼみはこんな格好。つぼみはこんな格好ですね。です。階段院前です。階段院です。観世音寺の入り口です。真正面に観世音寺の本堂です。観世音寺です。あー、綺麗です。ひまわりでもないけど太陽のように綺麗です。あー、綺麗なおにゆり、おにゆりです、おにゆりです。綺麗な折りです。綺麗な折りです。折りです。綺麗です。うわー、綺麗な
頂上が来ない、頂上が。うわー、綺麗です。鬼百合です。鬼百合の綺麗です。あらあら、蝶々、あ、蝶々がいないですね。蝶々が飛んで、あ、蝶々が飛んできてません。綺麗です。鬼百合です。鬼百合です。あー、綺麗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 です。あー、綺麗ですね。あの向こうの山は塩路さんですか。塩路の山、ここは太宰府ですね。太宰府。わー、綺麗です。おー、山ゆり、山ゆりの綺麗です。よし、あ、これも観世音寺ですね。観世音寺。観世音寺の構造です。仏教芸術の殿堂。観世音寺の構造です。